もうシンポジウム本当にすごく僕にとっても貴重な一日でした。貴重な時間でしたね。本当に、なんだろう。やっぱり同じ思いの人が、あれだけたくさんの方がいるんだって。そしてね、実際に会うっていうことがやっぱりどれだけ大事かっていうことを、えー、すごく僕も痛感しました。で鳥玉りさんの対談動画の中でも、あの鳥玉りさんがね、お話しされてたんですが、えー、やっぱり初めはね、 なんか4人ぐらいって言ったかなまあ数人でえ主催して始められたらしいんですね。ああいいシンポジウムとかいろんなイベント講演会みたいなのをや,やったらしいんですけど、えそこから、まあ、だんだんねかあの、参加者の人も増えてきて、で、一回そのスタッフさんお手伝いしていく。 したいっていう人がいるかどうか、ちょっとあの、声かけてみようかっていうことで、声をかけてきたら、見たら、すごくたくさんの人が協力してくれて、スタッフやり,やりたいっていうふうに言ってくれて、で、そこから、まあ、ボランティアスタッフさんがたくさん集まって、いろんなところでイベントやるときも、声をかけると、たくさんの人がね、その集まってくれるらしいんです。で、この前、名古屋でやったときも、すごくびっくりしたのが、え、懇親会でね、スタッフさんとお話ししたら、どちらから見えたんですかって言ったら、北海道から2人ぐらい来てたりとかね。 結構全国から来てるんですよ。その行動力って本当すごいなと思って。で、えっ、ー、と、鳥玉りさんもおっしゃられてたんですが、やっぱりね、みんな、あの、ああいうところ行くとみんな明るくて、えー、同じ思いでね、そう一つになるんだけれども、普段の生活の中では、周りに同じような人がいなかったりとか、理解者がいなかったりとか、そういうことがあって、やっぱりどっかで孤独だったりとかね、えー、なかなか分かってくれる人がいなかったりとか、 もう下手すると家族ですら分かり合えてない場合もあるわけですよね。やっぱり孤独感、孤独感みたいなのとか、やっぱりそういうつながりみたいなのが、えー、少なかった、少ない中で、やっぱりそういうイベントがあって、同じ考えとか同じ思いの人たちが集まるっていうことで、えすごくやっぱりほっとするというか、つ、え、な、ー、がれたっていう安心感だったりとか、 あこんなにもたくさん同じような考え方の人がいるんだっていうことが分かるっていうことは非常に大きくて、えー、そういうのでやっぱり人がね、繋、えー、がっていく。もうそれがね、本当に、えー、僕もね、素晴らしいなというふうに、えー、思いましたね。だからリアルで会うイベントってやっぱりすごくいいですね。だからまたつこ,こういうのね、本当声かけていただければ僕もなるべくね、いろんなところを本当に時間が許す限り行きたいなというふうに思いましたね。 この鳥だまりさんも、なんだろう、ジャーリストとして、ま、本を書かれたりとか、自分が登壇者となって、いろんなことをね、伝えたりとか、いろんな取材を受けてね、インタビューを受けて、いろんなことを発信されているだけじゃなくて、そういうみんなが集まれる場を、全国のいろんな場所で作っているっていうのは、すごいお仕事というか、すごいことをされてるなというふうに思いましたね。うん。本当に人として、僕は、やっぱり、こう、そういう部分ですごく尊敬、 しますね。本当に素晴らしいですね。ね、孤独感ありますね。やっぱそうですよね。僕もね、それでその話を聞いて、最近はあんまそういう感じないんですけど、まあありがたいことに、ここ半年、一年ぐらい、まあ、半年ぐらいかな、すごく逆に応援してもらってる感じ,感じっていうのがすごくしてて、すごく僕はありがたいなと思ってるんですが、でもよく考えたら、振り返ってみるともう3年経ってるわけですよね。3年以上。 で最初の緊急事態宣言が起きたときに、その道路に車がもう全然走ってなくて、なんだこれはって思ったのをね、今でも覚えてるんですが、まあ、その頃からちょっとおかしいぞと思い出して、少しずつ少しずつ、ね、話すように、これ YouTube で、ね、発信するようになってきたんですが、初めはね、もう手探り状態だったんですよど、YouTube っていうもの自体が何かもよくわかんない中で、でも少しやっぱり発信しなきゃいけないんじゃないか。 多くの人に伝えなきゃいけないんじゃないかって思いで、まあ手探り状態でやっていく中で、やっぱりね一番言われたのがコメントでね、素人なのに、素人がそういう話するなとか、えー、お,お前はな、なんなんだ、専門家じゃないのにそんな話していいのかとか、そういう批判的なものっていうのは結構いただいたんですよ。そういう中で自分の役割というか、えー、どういうスタンスで伝えていけばいいのかみたいなね、そういうのも、あの、まあ確かに、 僕は素人だし。だから素人の解説動画っていうのをつけてね、解説したりとかいろんなことをしたりしてたんですけれども、そのね、初めの1年間、2年間っていうのは、今考えるとある意味孤独、孤独でしたね。で、そっから、まあ、ダディさんとか、藤井さんとか、まあ、野中晋介さんとかね、えっ、ー、と、つながるようになったりとかして、まあ、坂上仁さんとか、つながるようになって、そっからちょっとずつちょっとずつやっぱり世界が見える世界が変わってきたのかな。 なんかこうやってみんなも頑張ってる人もい,いっぱいいるんだっていうのがね。やっぱりそういうつながりって本当に、そうやって考えるとめちゃくちゃ大事ですよね。本当になこう、つながるっていうことは、まあもちろん、こうオンライン上でつながるってことも大事だと思うし、まあリアルでつながるってこともね、えー、すごく大事だなというふうに思いますよね。うんあ。でもやっぱり孤独感いっぱいだって思ってる方結構多いんですよね。でもやっぱりこういう、まあ YouTube でこう、 つながるっていうのもやっぱりつながりの一つだと思うし、そのリアルのこうイベントでつながるとかってやっぱりそういうのってどうなんですかねこう、シンポジウムとか来られた方、まあもしくは、あの、この前の名古屋のじゃなくてもね、他のところでそういう講演会行かれたりとか、そういう方とかね、また何か感想とか、どういう感じだったかっていうのをね、教えていただけたら嬉しいなというふうに思います。まあコロナがこれからね、5類になるということで、まあ少しずつ、このコロナ騒動というのは、 えー、だんだん、まあ、本当の意味でのウィズコロナーになって、まあ、元の生活に少しずつ戻っていくだろうと。それは本当に僕は、あの、嬉しいことだし、一日も早く、以前の生活に戻るっていうことは大事だと思うんですが、ただこの問題を、こう忘れてはいけないというか、問題を過去のものにしてはいけないなっていう思いがすごくやっぱりありますよね。それをしないと、今、あれの工場が今、すごくできていたりとか、 着々と進められているっていうことですよね。なぜあれの工場を今作っているのかってことなんです。これ次々と今後のいろんなものに使われていくわけなんですよ。あの技術が。非常にこれはね、怖いことだと思うんですよね。まあそれ一つとってもそうだし、まあいろんな先ほど言った SDGs 的なことだったりとかね。 まあいろんなことも含めて、まあ食料の問題とか、そういうことも含めて、やっぱりみんなで気づいた人で声を出していかなきゃいけないと。で、あとね、もう一つ、その後編で話したかな鳥なまりさんが、ジャーナリストの鳥なまりとるさんが話されていた本当にそうだなと思ったのが、やっぱりどれだけ僕たちが正しいことを言ったとしても、もうその未見にしわをしてね、苦しそうにしてたら意味いけないって。やっぱり、 僕たちの方がね、そういう人たちの方が楽しい、幸せだっていう風じゃないとおかしいから、えー、やっぱり楽しく、えー、そういうことをね、自分たちも楽しみながら、えー、やっていきたいと。だからシンポジウムとかそういうのも、えー、やると楽しいわけですよね。あの、最後に鳥のさんがギターで歌うんですよ。<laughs> それも面白いんですけれども、なんからそういうね、えー、楽しい場を作ると。うん。まあ本当にそれ素晴らしいなと思ったんですが、だから、なんか僕たち、どうしてもそういう、 マイナスな、マイナスなというか、その裏側のね、情報ばっかり見てたりとか、ただ僕,僕が話してることもそうかもしれないけど、そういうことばっかり聞いてると、なんかだんだん暗くなってきちゃう時あるじゃないですか。本当に世も末だな、みたいな。本当どうしようもねえな、みたいな。ね、最近だとあの、バイデンさんのね、バイデン一族が、あの、ま、ああれど、どこまで本当か僕はわかんないんですけれども、あの、大川ゆきさんのね、YouTube チャンネルで自動、児童、児童、 の、あれに関わっていたみたいな、もう本当にひどい話じゃないですか、もし本当だとしたら。まあ、でもそういうことが当たり前にある世の中で、もう知れば知るほど、なんか気分が落ち込んでくるみたいなね。なんかそういう気持ちもすごくわかるんですけれども、でも、本当に世の中を良くしていくってことは大事だと思うんですけれども、やっぱりまず自分からなので、自分がまず幸せ、自分をちゃんと幸せにしてあげるっていうか、自分の人生も大切にしてあげる。なんで、 こんなひどい世の中なんだって言って自分がこう苦しんでしまったら、その意味がなくなってしまうので、楽しみながらみんなで、いや、お祭り。あ、そうです。お祭りって考えたらいいかもしれないですよね。みんなで楽しくお祭りをしながらいい世の中を作ろうみたいな、そういうイメージでやっていきたいですよね。あ、お祭りいいですね。政治っていうのは本当は祭り事っていうんですよ。だから言葉的には、やっぱり本当に、 お祭りなんですよね、政治っていうのは。だから皆さんで、いいお祭り運動をしていきましょうよ。ね、楽しみながら、おま、お祭りをしながら、わっしょいわっしょいしながら、<laughs> えー、世直し、いい世の中を作って、子供たちのために、いい世の中にしていこうっていうね、そのぐらいの感覚で楽しみながら、えー、やってった方が、 いいのかなと思いますね。まあ短期戦じゃないのでね、やっぱり長期戦なので、まあゆっくりゆっくり少しでも良くなっていけばいいと思うので、少しでも気づく人が増えていけばいいと思うので、え気づかない人がいるからといって、なんでだってね、こう眉間にわせるんじゃなくて、まあそういう人もいるよなって、でも自分にできることやろうって、そして仲間はたくさんいるんだっていうね、思いで、えー、やっていければなというふうに思います。